まさかの波乱が起きた。現地3月11日、卓球のシンガポールスマッシュは女子ダブルス1回戦が行われ、平野美宇、張本美和のペアがインドのスティルタムカルジー、アイヒカムカルジーと対戦。ゲームカウント2-3で敗れ、いきなり初戦で姿を消した。動画、5ゲームまでもつれ込む激闘も、 無念の初戦敗退でガクッとうなだれる平野ミューハリモは今夏のパリゴリンに向けて強化を図るダブルスで平野張本組がいきなり出花をくじかれた。第1ゲームから相手の変幻自在なサーブに苦戦を強いられ、8-11で落とす。続く第2ゲームはリズムを取り戻し、11-5で取り返した。迎えた第3ゲームは平野 張本の思い切りの良いフォアハンドが炸裂し11対3でインドペアを圧倒。ところが第4ゲームは序盤にリードを許し、鋭く回転がかかった相手のボールに対応できず6の11で失い同点。勝負はフルゲームまでもつれる大激戦になる。運命の第5ゲームも両ペアは互角の展開も平野、張本組は中盤からポイントを失い、5級で追い込まれる。しかし、 ここから驚異の3連続ポイントをダッシュして粘りを見せるも、最後は相手のサービスに屈指番自給す。9対11で落とし、初戦敗退が決まった瞬間、平野は両膝をガクッと落とした。先日、韓国で開催された世界卓球団体戦では最強女王のソンエイサ、ソンエイサ、世界ランク2位の王ゲイ道、王ゲ的を破るなど、卓球界に旋風を巻き起こしたインド。 世界の競合が集う国際年間ツアー最高峰の舞台でも、卓球王国、中国都市等を演じた日本から価値ある大金星を掴んだ。衝撃の結果に、海外メディアからは驚愕の声が相次いでいる。ワールドテーブルテニス、WTT の公式 X、Q、w ツイッターは試合結果を即共有すると、ムカルーコンビが張本、平野を5ゲームに渡すスリリングな試合を制した。 と予想もしなないい結果に驚きを隠せない当然、日本ペアを激闘の末に破ったヒロイン2人に母国メディアは狂気乱舞。喝采を送っている、インドのあらゆるスポーツ情報を発信しているニュースメディア、アハジ・ブラザーズ・スポーツは、アイヒカスティルタム・カルジーが、初戦で日本の強豪ペアである三輪ハリモトミュー・ヒラノに勝利した。と興奮気味に、速報を打った。加えて、 彼女らはコーチ不在の中で11から85から11、3月11日11から8、実際は11から6、11から9という見事なスコアで勝利を飾った。と記るし、そのフルゲームまでの熱湯をリポートしている。回転が読みにくいインドペアの変化する攻撃に最後まで手を焼き、対応が遅れた日本。思わぬ苦渋を味わった。 黒丸・ザ・ダイジェスト編集部」。